どうもこんにちは、サイクルショップ中小屋のケイタです。今回はちょっと久々になるのですが、店内紹介の動画になります。まずいつものように外から、電動のシティ、電動のママチャリですね、シティサイクル、それとこの街中でシティサイクルとして便利な小径車、タイヤが小さい自転車ですね、それと、警戒車、一般的に言われるママチャリって言われる部類ですね。この辺も結構前よりは増えてるかもしれないんですけど入ってます。で、ちょっと荷物がごちゃごちゃちょっとあって、あと中入ってきていただくと、まずこっちの下行きましょうか。これが E バイク、電動のスポーツバイクですね。E バイク、折りたたみもあれば、折りたたみでないのもあります。で、前の方に、これも前なかったのかもしれないですけど、これが子供乗せ。これはパナソニックのギュットっていう分なんですけど、子供乗せの自転車ですね。これもね、基本多いのは、後ろに子供乗せついてるのが多いんですけど、これに限ってはね、この前についてるんで、もうご購入の時にまだ2歳のお子さんとかやったら、ここに乗せたりとかすぐしやすいのでいいかなと思います。で、この20インチ。ちっちゃいタイヤのシティサイクル用の電動アシスト自転車ですね。で、ここに、ESR って言って、結構これもね、ディスクブレーキがついてて、人気の折りたたみ自転車になるんですけど、20インチの折りたたみ自転車です。これも人気自転車ですし、で、この辺がね、ボードウォークっていう自転車。ただね、ボードウォークでも、この緑色のが限定車で、進撃の巨人と、ダホンボードウォークのコラボ自転車っていうことですね。それでこっちが40周年の記念のボードウォークですね。で、ごめんなさい、1台だけこれ、ライト、これもね、でも人気の自転車なんですよ、当店では。タイヤの太めで、ディスクブレーキ、機械式のディスクブレーキがついた、街中でも乗れるし、ちょっとしたサイクリングにも使えるような自転車になってます。で、上、釣ってるのが、奥から行きますか、奥が、タイレルの、CX っていう分で、もう今は現行販売されておりません。これが黒森フレームのミニベロ。もうこの1台限りとなりますね。で、このオレンジのと黒のは色違いなんですけど、FXα っていうこれもタイレルの折りたたみ自転車になります。で、こちらがダホンのミニベロのドロップハンドル、ディスクブレーキの、マコスっていうミニベロになります。これも結構よく走ります。で、こちら。これ以外にもね、倉庫にいろいろあるんで、探してるものがあれば倉庫がすぐ出してくるんですけど、ここがある程度並んでると思うんですけど、キッズバイク、子供自転車ですね。もうこういう12インチから、26インチぐらいまで並んでます。で、こっちの方、ちょっとね、お預かりしてる自転車とか、納車待ちの自転車もあるんですけど、次、これ、例えば、ここが、これごめんなさい、1台だけはみ出てるんです。これがね、タイレルの FCX って言って、一番今では、最高級ではないんですけど、タイレルの中でもすごいグレードの高い、黒森の、完全にこれ国内生産の自転車になります。これも試乗車なんで、来ていただくと乗っていただくことができます。それと、今、限定で、こちらですね。この黄色いもの部分、サンイエローっていう色と、このグリーンの部分。あれがね、タイレルっていう、同じ先ほどと一緒のタイレルっていうブランドで、イブっていう人気の自転車があるんですよ。これも、ポタリングって言って、10キロ、20キロをゆっくり走って楽しむようなサイクリングであったり、ある程度本格的に乗ることも楽しめる自転車で、これ限定車で、普通18インチなんですけど、16インチで、10段変速の自転車が入ってます。これ多分ね、今、日本に、タイレルか販売が10台ぐらい限定やったと思うんですよ。なんか、これも珍しく入ってるんで、もし気になる方は見に来てください。で、こっちですね。この辺が、ダホンとかターンっていう、日本で結構シェアの多い折りたたみ自転車になります。で、この辺がダホンの、これ、ルートっていう自転車。これね、ちょっと傷あったりとかしてるんで、アウトレットって言ってちょっと安くなる分であったりとか、この辺は違うんですよ、普通に新車で。特にこの辺とか新しい色で人気の、これがターンのバージュ N8 っていう自転車ですね。N8?
って呼ばれてるんですけど、日本限定モデルで日本人に乗りやすいっていう形で作られてる自転車です。で、ここが、こっちはダホンのホライズっていう、このタイヤ太めで、今流行りなんですよね。タイヤが太めで、折りたたみ自転車でディスクブレーキ。まあ、これも乗りやすい自転車になってます。で、この辺が、ビスクエボっていうダホンの自転車があります。で、あと、こういう KHS っていう自転車であったりとか、まあ、この辺、ごちゃごちゃしてますけど、東京バイクとか、東京バイクもね、人気の可愛い自転車で、まあ結構可愛いし乗りやすいっていうんで人気です。これにね、バスケットをつけても、フロントバスケットですね、つけても可愛いです。で、試乗車になるんですけど、これが結構ね、まだ発売から時間経ってないんで、すごく気になってる方多いんですけど、ダホンの K9 クロスっていう折りたたみ自転車、16インチで、ディスクブレーキで、人気のある自転車です。で、上の方が、またね、先ほどと色違いで、これ赤色ですね、タイレンの FXα。で、その奥がすごく人気の、これもよく走る KHS の F20RC という自転車ですね。で、一番奥がオリゴンっていう、インドネシアのメーカーなんですけど、日本ではアラヤっていうところもやってる、しっかり信用できる自転車メーカーさんなので、僕も置いてるんですけど、これがドロップのミニベロになっております。マッシーという、ロードでも有名なメーカーがあったりとか、先ほど16インチの紹介したんですけど、これは18インチのイブっていう自転車で、一番奥があれ折りたたみ自転車なんですけど、あれでも、ダホンの、こちらがダホンのダッシュアルテナっていう折りたたみ自転車になりますね。で、ちょっと戻るんですけど、こっちがこの棚置いてるのとかがバーディ、まあ下にも置いてるんですけど、僕も乗ってるんですけど、結構乗り心地のいい、よく走る自転車の折りたたみ自転車になってます。こちらは18インチになってますね。で、1台だけこちらのバーディの、R っていう部分だけは、まあバーディの中でも走るのを中心として考えられた自転車、こちらは20インチとなっております。で、こちらもバーディですね。これも人気の、このブロックタイヤがついて人気のバーディの GT っていうモデルになります。で、こちらがターンのさっきバージュ N8 っていうものを紹介させていただいたんですけど、そのバージュっていうのがいろんなランクがあって、一番最高のバージュ X11 っていう分ですね。これも結構値段はしたりするんですけど、乗ってる方すごく多いです。で、この辺も E バイクとかは試乗車になるんで乗っていただいたらいいですし、この辺も試乗車になってます。試乗車がすごく多いですね。で、ここも試乗車のボードオークがあったりはしてます。あ、ボードオークというのはダホンの、これもロングセラーでずっと人気のある折りたたみ自転車、さっき紹介した限定車を紹介したんですけど、定番モデルとなります。で、ここにミニベロ、まあ折りたたみじゃない、ちっちゃいタイヤの自転車がずらっと並んでて、で、一番奥だけがこのタイヤの大きいサイズのクロスバイクって呼ばれる分ですね、自転車になっております。で、上にも折りたたみ自転車やミニベロたくさん置いてます。だから来ていただくと、どれも見ていただけますし、またが、まあ乗れない分もあるんですけど、またがってはいただけるので、サイズ感を見たり色味を見たりした方はぜひ来てください。で、あちらが、自転車の鍵とかグリップ、まあ、折りたたみ自転車を取り扱っているリンコバッグとか置いてて、で、こちらが小物パーツですね。ボトルゲージであったりとか、ボルトであったりとか、あと最近人気の、この日線っていうとこのアウターケーブル、こういうケーブルね、色変えるだけではなくてすごくしなやかで、中のこの中にワイヤーが通るんですけど、滑りも良くて人気の商品になってます。で、こちらがライト類になって、こっちもペダルもね、折りたたみ自転車が多いので、取り外しができるペダルであったり、折りたたみができるペダルで回転がいいものっていうのもできるだけ取り揃えているので、ぜひ見に来てください。あと最後に、やっぱりね、今努力義務って言って結構言われてるんですけど、特にサイクリングするときはやっぱりヘルメットかぶっていただいた方がいいので、ヘルメットもこういうね、街中でもかぶりやすいモデルとか置いてるので、こちらもよかったら見に来てください。
こんな感じで店内紹介になりました。どうもご視聴ありがとうございました。